今日のお題はブイールだよ。ブイール、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。ブイールは食材を水やスープなどの液体で茹でる調理法のことだよ。名前はフランス語のブイールから来ているね。あまり馴染みはないと思うけど、野菜を煮込んでポトフのような料理そのものを作る時もあれば、肉と香味野菜を煮込んでできたブイヨンやコンソメのような料理に使う出汁作りにも使われているよ。また液体で茹でるという点で見ると、パスタなどを茹でていることもブイールしているということになるんだ。パスタを茹でるのも確かに液体で茹でているという点にはなるか。ということはなるほど、日本語での茹でるや煮るがブイールになっているんだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。